カフェ。よし。こんばんは。カフェ。カフェです。本日はですね、なんだ、ブルーマウンテンを買ったんですけど、まだ舌が子供すぎて、普通のコーヒーとの違いが分かんなかったので、また出直します。はい、出直したいと思います。編集中でした。けど、私はちょっとなんて言うんだろう。あれ。台本を覚えなければならないので、ちょっと先ほどからね、言っておりましたら、もうこんな時間だなということで、ちょっと待ってね。夜でも集中して覚えられる的な感じですか？私夜、ほんと夜行性すぎて、夜のが何でもできるんですよ。朝だと、なんか、うわぁ、マジで眠い。なるだよね。マジで眠い。眠い。しか頭にないから、いただきます。あ、これしんのすけってやつ、花やぎお師匠からいただきました。花やぎお師匠っていうのは、今度やる舞台でちょっとだけね、まったりするんですけど、少しだけ、そう、それで教えていただいた方、日舞をね、少し教えていただいたんですけど、いや、すごい方なんですよ、花やぎお師匠。セッション連覇したいっちゃんさん、I love you, stop. ありがとうございます。
谢谢。みっちゃんさん、乾杯スタンプありがとうございます。お姉さん、小判。あれだっけ？汚れさんだっけ？確か。ハート、ゆきずるさん、ゆき、いっちゃんさん、リボースター、ありがとうございます。その師匠様のところに行ったんですよ。教えていただきに。そう、その時にいただきました。何味か知りませんけど、いただきます。もう22時半だというのに、本当に。なんか、中にカスタード入ってます。手が、あれ、汚れ、あれだね。あら、苦い。何をしようとしたんだっけか、私は。ほろ苦い青春の味。コーヒーって青春の味なの？編集をしていました。過去形。今日はちょっと私、窓につく結露が一番嫌いなんですよ。まあ皆さんも嫌いだと思うんですけど、窓につく結露がもうが、まあ詳しく言うと、窓につく結露にカーテンがついて、カーテンが濡れてっていうのが本当に嫌なので、だから結露シートを買ってきて、もう貼りましたね。結露シートを買って、あと何買った、あと私、ハンガー、あの押し入れに入る分しか服を買わないって決めてるんですけど、押し入れのね、ハンガーが、私の好きな薄い水色、これもね、若干薄い水色なんですけど、薄い水色の色のハンガーと白のハン、白いって 吉田カレーみたいなの、白いハンガー、ワイヤーハンガーを使ってるんですよ。そう、けどワイヤーハンガーってさ、たかがじゃない、あのされどワイヤーじゃないですか。そう、だから重いあのコートとか
重いやつをかけるとこうふにゃんってなって、こうハンガーのなんかこうなるじゃないですか。このなんかもうここの部分が弱ってみたいな、それが嫌だなと思ったので、ちょっと無印っぽいハンガー、なんかあのアルミ系の固めのしっかりしたハンガーを買ってまいりました。スピンだよ。また愛媛に来るんですね。愛媛に行きます。どうも。また5期のてっちゃんとして行きます。ゆえ何とぞ。細いハンガーだと型崩れしませんか。あの型崩れの前にね、あのね、あのサンドイッチ状態なんですよね、服がぎゅうぎゅうすぎて逆にもうピタッだっていうから、逆にあの型崩れうんぬんの前に、だってね服がいっぱいありすぎて、なんて言うんだろう、そこ服、ね、ハンガーをねそこからシュッて取ってもね服が落ちないんですよ本当に多すぎて断捨離しなきゃっていうのは分かってるんだけど、あそんな多くないか。でもすべてハンガーにしてるからいけないんですね。でも畳んでさ、あの押し入れというか、なんか引き出しの方に入れると、引き出しの匂い、なんか木みたいな、なんか人工的に作りましたみたいな、あの糊っぽい匂いがつくのが本当に嫌だからやめました。マーズでいちご日和さんのいちご使ったパフェ食べれますね。え、ほんとに？私が行った5期の時にはですね、多分私がリクエストしたパフェがあるんじゃないかな、あったら嬉しいなみたいな感じでしょうか。あのなんだっけ、あれだ、クッキー&クリームパフェみたいな。明日寒、日本も明日寒いの？明日はまだあったかかったような気がするんだけど、明日は今日13、明日はね割とあったかいです。最高気温14度とかです。そうでも、もう10度とか、10度から14度ぐらいの間こうずっとこうなってますね最近。明日関西は明日が寒いみたいで。そうなんだ。東京は明日14度って書いてある。まさとしさん、ハートありがとうございます。今日ほんと寒かった。今日寒かったです。寒いね。カイロを買うか迷いました。今日買うっていうか、あのさ、なんか私毎年カイロのあのなんかもうめっちゃ入ってるよみたいな、なんかもう
なんか30個入りみたいなやつ買って、もうストックしとくんですよ。もういつ何時でも持っていけるように。そう、ストックしとくんですけど、そろそろ買おうか迷う。みんなもうカイロとか使ってんのかな。私まだカイロなしでいけちゃう。で、今年あったかいですよね。普通に考えて、普通に考えて、普通に考えて、ね、めっちゃあったかいよね。だって私去年はね、11月の後半に確か吉田カレンと宇多田ハツカ去年と同じことしてるよ毎年じゃあもう置いといて、去年、まあ、11月の後半か12月に入ったちょいぐらいですかね、もうねめちゃめちゃ寒い中、寒って言いながらロングコートも着てるのに、寒って言いながらイルミネーションのところに行ってイエーイって写真撮った気がするんだよね。本当にでも寒くてっていうのを加味すると本当に寒、去年より全然あったかいと思う。白金カイロ買おうかと。え、何白金カイロって。マサトシエイトさん、レインボースターありがとうございます。全然だって私が暖房をつけてないんですよ今日今日クリスマスの頃には関東でも雪が降って、そうなのよ。私もね毎年ねクリスマス雪降るかな降らないかな、ドキドキワクワクって感じだったけど、なんか今年さ、え、なんかクリスマスの寒さではなくないって感じの寒さじゃないですか。あとね、私ね今年発見したのはヒートテックもあったかいんですよ。ヒートテックもあったかいんだけど、ヒートテックじゃなくて最近はねこのセーター、薄手のセーターを中に着るという、これほんとあったかいからやってみて。うん、クリスマス作業配信思い、うわ懐かしい、チキン焼け食いしてましたもんね、みんなで3人でチキンパーティーしましたね。新技、え、本当にあったかいからやってみて。私だってこれとこれしか着てない今日。これもね、なんかモコモコですけど、これとこれにカーディガン、ニットカーディガンをポッて羽織って行きました。結露シートを買いに本当は喫茶店とか、なんだっけあれ、なんかカフェとか行って編集して本で持って、カフェとかに編集して台本覚えてってやるつもりだったんですけど、なんかもうカフェに行くっていう
ね、なんかめんどくさくなっちゃって、まずパソコンを持ち運ぶっていうのが私本当に苦手なんですけど、そうだって重いじゃないですか、本当重い、パソコンってなんでこんな重いんだろう。まああのね、ねってMacBook はめっちゃ軽いですけど、これでもまあ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 、まあ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 ですよ本当に。本当にまあまあ重いよ。だから毎日持ち歩いてる人本当すごいなって思う。キニアさん、ハート、園長さん、レインボースター、ありがとうございます。毎日持ち、ま、あのね、会社員の皆さんとか毎日、あと私の友達もね、結構持ち歩いてる人多いよね、本当にすごいと思う。いや、でもね、これパソコン軽くなったのはね、私知ってるというか、お父さんが使ってたのが昔、パパが使ってたのがもうあの鬼重いんです、重かったやつなんですよ。なんかちょっとごつい、ごついじゃないな、 MacBook じゃなくて、まあ、今は分かんない、買い替えたのかな。前パパが持ってたやつがめっちゃ重くて、あのなんかもうこうやってドーンって机に置いてやってましたね。本当よ、軽くなったわよ。あーなるほど、めんどくさいやつだな、ちょっとこれ重いですよね。ショルダーバッグ級でしたもんね。え、だね、スマホでも私もこれでも重いと思っちゃう。ほんと何様だって話ですよね。これでもこれでも邪魔よね、これ。まあ、あの私は最近あのスマホをね、こうやってバッグみたいに下げているので最近重いなーとか思わないけど、まあ重いし邪魔よねーっていう、重いし邪魔よねースマホ。あ、ここじゃない、ストラップ樹脂増えたよね。あとね、なくさないのよね、あれ。何がいいかって。私はあれ、あれした途端に本当になくさなくなった。ありがたい。ほんと、目が乾く。どうしよう。まだ見てないのに DVD 予約しちゃった。あら、ありがとうございます。スマートフォン重い、重い。これ重い。だいぶ軽くなったとは思いますけれど。まあ、初期のを知らないんでわかんないんですけど、だいぶと
重いね。だいぶと重い、ね。でもちっちゃすぎるとちっちゃすぎるで、こうなるから、あのちょうどサイズはちょうどいいかもしれない。うん、なくす前に手から落とさなくなるのが一番。まあね、それはそうだわ。めっちゃでもこう下げてると、下げてると思って、ここに紐がついてると、このままこうやってピンって、このままピンって下ろす癖がついちゃうから怖いですね。あの、私あのストラップついてない時にこうフンって手離しちゃいそうになりますね、たまに。怖い、危ない、危ない。なななななな、めこなでも雨の日も、アイコン、アイコン、そのその音落としたことなんか、でも結構ですね、結構です。これじゃないか、どれじゃ、これはなんじゃ、これ違うやつか、今日もジョイフル飲んできました。ジョイフル？ジョイフルメドレーか。ええー、じゃないですか。あれ美味しいよね。でも最初私甘くて、甘すぎて、あの甘ってなって、そうなって、あの途中でねちょっと飽きちゃったんですけど、シロップを抜いたらいいってことに気づいて、お話しか、いまだに緊張するけど、緊張しない方教えて。え、もうあの私を友達だと思うえ、もし今何しみたいな感じで話してくれれば大丈夫です質問の扱いがガサツガサツかな、わかんない。ちゃんとこうやっておきますけど、まああのスマホの強度を舐めてるっていうのもありますよね。スマホの強度は舐めてるかもしれないです、割と。あ、ありました、ありました、こちらです。私から追加しました、来年だけど、ありがとう、待ってるね。割れたの？割れないんだよね、ちょっとあの割れてないよ今、ちょっとあの鏡になっちゃうからね、あんまり一回やってあれだけど、割れてないです。タラーン。ちょっとで、あのね、私あのフィルムを変えたんですよね。ガラスフィルムだと下までいっちゃ
うからよくあるあるですけど、だからあのちょっとあのこういうなんて言うんだろう、あのちょっとあの傷ついたらねちょっと空気が入っちゃうパティーンのフィルムに変えたんですけど、あの割れないですね。2週間後ですね。完売させたい部を言うと完売するメンバー結構エリア、完売させたい部って本当言っちゃいけないのよそう、あんまりあの話したいと思って来てくださる方がいれば私はそれでいいんだけれど、やっぱりね無理言ってあれするよりは、あと私の場合、私の場合ですね、なんかあのほら最近ちょっと舞台とか舞台のお稽古とかであのこう延期じゃない延期になることがあるじゃないですか、たまに。そうだからそうなった時のことを考えるとちょっとあの申し訳ないので、皆さんが来れる時に来てください。でも一つだけ言っておくと、今のうちに来とけ、はい、来れる時に来とけ、そういうことです。携帯守るくんとかいう液体コーティングはどうなんですか。液体コーティング怖いね、だって素でしょ、素のスマホになるわけでしょ。まああの液体コーティングした後にもう一枚コーティングじゃない表面のフィルムを貼れば強いんじゃない。今日も1月15日の振り返りの人、わかんないね、私にはちょっとわかんないんだよね。そうだからあのよろしければ撮った後振り返りになっちゃうよっていう可能性があるよみたいな感じでもよければぜひ来てください。早めに撮っとくのが吉です。58分、なんか卒業するみたいですね。まあいずれは卒業しますからね、はい現実タイプ、いざ卒業するしかないとかって押せるときに押しとけ、そういうやつです。58分だ。ああ、すっごい、あの、スマホじゃない。パソコンが頑張ってるよ。だからもう、チーム8のラストコンサート、活動休止前コンサート、4月の後半にありますけれど、絶対来てください、それも。ね。頑張ってちょっとレンタリングしていただいてる間にランキング読みます。13位ツーリンダルマさん、12位横吉さん、11位 NT ジャナナさん、10位月にゃさん、9位シュンゴさん、8位ヨンミンさん、2さんは7位エンチョさん、6位ユキタンさん、5位サイレントディームーンさん、4位ヒサシさん、3位イッチャンさん、ミサのは2位マサトシさん、1位アヌエさん、ミサが最高でした。ということでありがとうございました。あのもう少しであの新作が上がると思うので、皆さん夢見るをチャンネル登録してお楽しみに。それでは2172人の皆さん本当にありがとうございました。バイバーイ、おやすみなさい。明日はお昼ぐらいになるかもです。バイバイ。